皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。先日テニスコートの近くを通りかかったら、ものすごい数の学生さんと、そして応援するご父兄の皆さんの姿を見かけました。なんだろうと思ったら中大連が始まったんですね。そこでですね、私はとっても久しぶりにスキップする子どもたちというのを見ました。なかなか最近子どもたちがこうスキップしてる姿って見かけないので、中学生の女の子たちがですね、5、6人かな、なんかすごく楽しそうにスキップしてる姿を見て、青春って思いましたけれども、私は本当に自分自身はとても運動音痴で全然運動ができないんですけども、応援するのはとっても大好きなんですよね。今日もどこかで学生の皆さん汗を流しているんでしょうか。エールを送りたいと思います。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は沖縄市長の桑江幸男さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。桑江さんは1956年生まれ、沖縄市のご出身です。元沖縄市長の桑江長江さんの次男で、日本大学を卒業後、会社員や国会議員秘書などを経て、1994年に沖縄市議会議員に初当選、2008年からは県議会議員を2期務め、今回4月の沖縄市長選で初当選し、第11代目の沖縄市長となりました。市民に大きな夢と希望を作るのが私の役目と語る桑江市長、その公約を桑江ビジョンとして掲げています。日本一の子どもの国構想、1万人規模の多目的アリーナ建設、モータースポーツの沖縄サーキット場の建設と夢は膨らみます。その一つ一つを桑江市長に語っていただいてますよ。それでは島田さんとのおしゃべりをどうぞ。一月ちょっと過ぎたはずですが、市長の席の座り具合はどんなですか？座り具合は、椅子自体はそういいもんではないんだけれども、沖縄市のこう大きなものが見えてくるなという感じがしますね。この椅子からやるべきことが見えてくる、足りないところが見えてくるという、責任が見えてくるという、そんな感じですな。しっくりき始めてる頃なんだろうと。小林さんといえばですね、お父上の小林長江市長のやっぱり背中を見てきて、政治家志したんだろうと。沖縄市は大物政治家たくさんいましたから、まさにその中の一人なんですけども、ですよね。ある時お父さんの存在が大きすぎたりもしたんでしょうけども、どうですか、市長の席に座って、改めて、父桑江市長というものをこう俯瞰するという時期があるんだろうと思うんですけど、まずこの庁舎は桑江長江の時に、新庁舎として計画を建て替える計画をしたわけですよ。計画、着工まで着工したんですが、完成して入ってはいないんです。4月が市長選挙ですから、そこには入れなかった。親父自体はそこには自分が座っているということに、しかもまた今年市政40周年なんですね。なんかこう感慨深いのがあるというか、巡り合わせというか、ぴったり40周年に、自分がここに来れたというのも因縁めいたものを感じるというのかな、そんなものを借りてますよ。大きな公約をぶっとなされました。まさにね、40周年、そして、お父上からもこれとこれをやるんだよということをこう、預かってる気持ちなんだろうと思いますけども、課題たくさんありますね。話前後するかもしれませんが、親父たちの時代のですね、発想は
ものすごくダイナミックだったと思い出してもそうなんですよ。東部海浜というあんな大きなリゾートを計画をね考えるなんていうのはあの頃は僕らはまさかこんな大きなものが沖縄市にできるもんかできるんだろうかというような疑心暗鬼もあったんですが、やりましたからね。だからここ最近行革だなんだとかだんだん小さくなってきて、いやすごく小さくなってきたんじゃないでしょうかね。それで私もこのビジョンの中にはとてつもない大きいとも子供実際にはそうでもないと思いますよ。昔のダイナミックさからすると、1万人 のアリーナなんていうのはこれはもうどこでもあるようなものになっていきますよ将来は。東部海浜という大きなものを発想のするからするとものからすると、1万人規模のアリーナの建設っていうのはそう大きいことではないです。お父上からはそう言われてるんじゃないかという感じなんですね。はい、そうまだまだだぞ、まだ確かになんか少しちまちましてきてる感じがしますね。でしょ、沖縄的にも、うん、かつまたその沖縄の中でもコザという町は大きいことを言うというのが役割でもありましたからね、はいはい、そんな町ですよね、うん、ダイナミックでもあるしホラーじゃないけれども大きなものを先に描いてここにマシグラに行くというものじゃないですかね。少し出さないといけないですよ、市長がホラーと言ったから使いますよ。少しホラー的なものも、はい、でその中からやることが出てくるわけで見えてくるわけでという意味合いにも捉えられる、はい、指標2つありましてね、はい、1つは沖縄市のこれからの展開那覇との比較これは同じく比べなくてもいいんだけども、はいうんうんやっぱりあまりにもちょっとこの経済力とかですね活力みたいなことに差がついてしまいましてね、やっぱり沖縄の中ではこれ領有こう並び立つぐらいなね、那覇があってコザがあってということにした方が沖縄的にもバランスがいいわけで、そうコザが力つけないといけないと、そうなっていかないと、そう思いますけども、ただ沖縄市はね那覇みたいになりたいと思っている人誰もいないんですよ。そうなんですよね。で沖縄市は沖縄市のままで、そのままの雰囲気で、発展していきたいと思っているんです。我々が目指す都市像は決して那覇でもないし東京でもないし福岡でもないんです。コザのアイデンティティを持った国際文化観光都市、外国人が行き来しているのが似合う町、そこにまた観光客が来る我々地元の人間はそこを活力として、エイサーはあるし、ねそんな風な町ですからリズミカルに動く町が似合う沖縄市ですからその特徴を生かして、いけばいいんじゃないかなと思ってますけどね。何も那覇を真似することではないないです。確かにみんなそれ、那覇と違うんだというのが一つの誇りでもありますからね。そうなんですよ。そこ那覇のようになりたいなと思ってる沖縄市民はどこにもいません、ただねその活力とか、はい、経済力みたいなことはこれはつけんといかんですよね。そうですね、それは確かに経済力は力をつけていかなきゃいけないし、そしてそこにまで持っていくというのが行政の役目かもしれませんね。いろんなアイデアを出してあるいは国から県からいろんな方策を引き出して、働きやすい環境を作る、利益を出しやすい環境を作る、そんな風にして企業の力を伸ばしていきたいですね。もう一つの僕視点と那覇との比較と言いますけど、もう一つはこの中部広域と、はい、中部圏域と言ってる経済圏と言ってるんですけど、はい、その中でやっぱり僕は沖縄市がこう市のリーダーシップを取ってね、中部全体のこう扶養にということをしなきゃいけないと思ってるんですけど、それもちょっと最近力あんまり出し切れてなかったなと思ってるわけですよ、でもこれからはね、もう中部はこの中城湾港という部分を中心に流通の拠点港として経済の中部の要ですから、私とまたうるま市を中心にですね、中部というのとこう那覇というものいわゆる両方がこう発展するという、ことは県にとっても均衡ある発展は大事なことですから、
中部は一つという観点から経済を見て、いきますので、この視点も合ってますね、はい、那覇を外交軸とまで言わなくていいですけども、はい、中部しかしながらもしっかりそこを見据えた中部があると、うん、はい、こう中部の中でも誰かがこうリーダーシップ、うん、コーディネーター、それはやっぱり、うん、あの沖縄市がリーダーシップでしょう、はい、あのやっぱり取らなきゃいけないですよね、うん、市長そのじゃあ覚悟ありですね、はい、うん、はい、それが役目使命だと思ってますから、で、クワイビジョン、はい、具体的なことを聞かせていただきたい、はい、これワクワクしますけどね、あのワクワクするでしょう、うん、まずは子供の国、はい、うちのみんなが行ったことある子供の国だけども、うんうん、まあ、あの沖縄の子供のための上層教育の場だとこれいいんだけども、もう一発展できるだろうと、うん、こんなもんじゃないという、もう公約ですよね。そうです。まずあの大人自体が行きたくなる動物園にしなきゃいけない、うん、あの子供にせがまれて行くんじゃなくて、大人自体がね、行きたくなる、昨日も行ったけど今日も行きたいなというような動物園にしなければならないと思っています。この可能性は十分にあります。ゾウが今妊娠中でありますし、キリンも、一番日本で一番美人なキリンだと言われてますしね。ゾウなんかは今2頭ですけれども、将来いろんなところから協力を得て、それこそ20頭ぐらい行ってたらすごい動物園になるでしょう。そんなような特徴のある動物園にしてね、こう美ら海水族館に行ったらやっぱり動物園まで行かないといけないなというようなものにすれば、この沖縄市に観光客が流れてくると。やりたいですね、はい、そんなふうなものを目指しているんです。動物園って一昔前の概念と変わってて、世界中の人気ある動物園は本当にこれテーマパークですよね、うん、はい、そうで、ね、国内でも北海道なんか旭山なんかあれだけ成功して見せてるわけですから、はい、やれないことはないと。全くそうです。展示の方法もそうですし、いろんな工夫を出しながら、で、沖縄といいますか琉球湖あるいはアジア、そこの特徴的なものを持っている動物たちを集めるのもいいですしね。こういう内地では触れない動物も沖縄では触れ合うことができると、そんなものでも、まあ、いろんな方法がありますよ、ユニークさを出すには。ぜひ日本中というか世界中から知恵結集させて、どこにもないような動物園を作り上げましょう、うん、そうしましょう。これはで、そうすると沖縄の魅力のまた一つになるわけで、中部県駅に人が寄ってくるというまた機会ができるわけで、これするとね、これは沖縄市の財産という、ね、まあ、感じはしますけれども、これが沖縄県全体の財産になるわけですよ。そういう意識を県民が持ってもらえるような動物園、子どもの国にしなければならないとも思ってますから、楽しみにしてます、はい、もう一つ冒頭おっしゃられたその1万人規模のアリーナ、うん、これラジオ聞いてる人にはどうイメージさせたら、はい、してもらうんでしょうかね、はい、これはね、いわゆる大物アーティストが上海に行ったり台湾に行ったりコンサートするじゃないですか。あそこはしょっぱーんと集まるからですよ。しかしこの沖縄市でもこれができれば沖縄でできるという、いわゆるこう中国や台湾の富裕層もこの大好きなミュージシャンを見に沖縄に来てくれる、この可能性は沖縄だからあるわけですよ。そして安倍政権の今の戦略特区で、経済戦略特区で、沖縄は観光の拠点に指定されていますから、いろんな意味でこのアジアに向けた沖縄というもの、それであれば音楽は沖縄市、そのためにはアリーナが必要、そういう展開になっている。ただ音楽だけじゃないです。ここでスポーツイベントもありますし、できますし、いろんなことができる可能性のある多目的ホールです。まあ、1万人規模があることでトップクラス の、はい、ミュージシャンなりスポーツのイベントも可能、日本トップレベルのものができるわけですよね、はいはい、もちろん沖縄伝統の闘牛もね、うん、ここでできる。闘牛もここになりますか。できます、はい、あれも本当はきちっとこうエンターテインメント性準備してやれば、うん、大変な人気 の
イベントになってしまうんですけどね。そうですね、まあ、それとあの琉球キングス、うんね、はい、また日本一、日本一でしょ。で沖縄市の体育館で、プレーオフを見たんですけども、立ち見入れて3800、もうびっしりですよ、うん、だからこれが例えば5000の観客席でもいっぱいになると思います。で1万人であれば そこもあのできると思います。それができればですね、ああいうエンターテインメント的なスポーツイベントもあのこの1万人規模のここに似合うし、アクセスがいいわけですよ、うん、あの高速の南インターからもあの1分もかからないところですから、交通の便もいいし、雰囲気もあるし、だからぜひこれは建てなければならないけれども、早急に完成させたいと思います。小座の町らしい、うん、まあ、箱ですよね。そうですね、うん、これがランドマークになりますよ、沖縄市の。これも期待していいですよ、はい、沖縄にないも沖縄になかったわけだから、はい、それを小座の町に作らなきゃいけないんだと、はい、グアエビジョン、大きな大きな夢が、それも数もたくさん出てきましたね。日本一の子どもの国構想、1万人規模の多目的アリーナ、これでこう大物アーティストがどーんとこう小座に集まるっていうことを想像すると夢が本当に膨らみますね。島田さんはお話を終えて、今回の選挙では実は若者たちの7割が桑江さんに投票したと言われています。今後のこの桑江ビジョンの成果というのは、若者たちをどんなふうに街づくり、それからいろんな政策に巻き込んでいくかが大きな鍵になると思うというふうにおっしゃっていました。さあ、今週はここまでで、このお話の続きまた来週お届けしますよ。今週のコーラルラウンジは沖縄市長の桑江幸男さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先日の琉球新報の芸能面にですね、私ちょっとあの取材を受けていた記事がありまして載りました。と言いますのも、沖縄県では、ここ数年ですね、あの文化観光戦略推進事業ということで、沖縄のいろんなあの文化がありますよね、特にあの芸能なんかを、観光客の皆さんにぜひあのアピール あの方法として使ってみようじゃないかということで、沖縄の私たちの先人たちが大切に大切にこう培ってきた文化を、観光客の皆さんにももっと楽しんでもらえるような、そんな仕組み作りを進めているんですね。私もいくつかの事業に関わっているんですけれども、その中で、マグネットコンテンツというのがありまして、これはあのもちろん沖縄県民の方にもたくさん見ていただきたい、そして観光客の方にも、例えば修学旅行の方とか、それからまあ沖縄を訪れてもう何度もリピーターの方で、あの普段の観光地以外にも何か新しい沖縄の魅力はないだろうかと、そう考えている方々にどうでしょう、舞台はということで、実は昨年ですね、私あの富田演出の、ぐんごちくんごち、5月9月と書いてぐんごちくんごちという作品を昨年初演したんですけれども、おかげさまでこの作品は評価をいただきまして、今年も上演することが決まりました。まずはですね、来月7月の4日金曜日に国立劇場沖縄小劇場で公演が行われます。まあ、金曜日平日ではあるんですけれども、夜の7時からの公演となりますので、ぜひあのお仕事終わりにでも駆けつけていただければと思っております。まもなく稽古も始まるので、ぜひ番組の中でも、稽古場の様子とか、今年はねまた新しいキャストも入れてリニューアルしてお届けしますので、お話もね、皆さんにこの稽古場の様子もお届けしていきたいなと思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤の放送をもう一度聞きたいという方、または放送を聞き逃してしまったんだけどという方、大丈夫です。過去の放送がポッドキャストでもお聞きいただけますよ。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索して、ホームページからポッドキャストお聞きください。それから私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログでも情報発信中ですので、ぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。